Ｋｉ-94 は太平洋戦争末期における日本陸軍の試作高高度防空戦闘機です。形状の全く異なる Ｋｉ-94-1 と Ｋｉ-94-2 があり、設計は立川飛行機、設計主務は長谷川達夫技師です。日本軍はアメリカ軍が高高度大型爆撃機 B-29 を開発中との情報を早くから掴んでおり、開戦からほぼ1年が経過した1942年昭和17年末、 B-29 の開発およびその概要に関する情報が明らかとなりました。その予想を超えた超高性能は日本陸海軍航空関係者を戦慄させるレベルだったのです。日本陸軍は将来を見越して1943年昭和18年6月24日中島飛行機と立川飛行機の両社に対し、それぞれに Ki-87、Ki-94 の試作番号を与えて、排気タービン下級機装備の高高度戦闘機の開発を命じました。立川飛行機は、練習機や輸送機、小型偵察機の生産、あるいは他社の転換生産を行ってきた会社でした。陸軍航空本部が、これまで戦闘機設計の経験のない立川に Ki-94 の試作発注をしたのは、高高度飛行能力に欠かせない与圧キャビンの研究開発には国内で最も豊富なノウハウを持っていたことと、また立川はすでに1943年昭和18年3月の時点で戦闘機の設計も自主的に行っており、高高度防空戦闘機計画案を作成し航空本部側に提案していたことも大きな理由でした。1943年昭和18年6月陸軍の指示を受けた立川飛行機は Ki-94 の設計主務者として、戦闘機設計はおろかそれまで設計の実務経験すらなかった入社4年目で27歳の長谷川達夫技師を起用します。長谷川は航空機エンジニア養成の最高峰であった東京帝大航空学科を卒業した新進気鋭の技術者で、1942年昭和17年3月自ら考案した TH 翼型と称する論文を日本航空学会史上に発表して大きな反響を呼んでいました。この TH 翼型を用いれば操縦翼型の効果はさらに増し、速度性能優先の戦闘機に最も適した翼型であると主張していました。この論文は立川社内における長谷川の立場をも一変させ、上層部に Ki-94 の設計主務者として抜擢させたのです。長谷川は高高度に適応した新機軸を織り込み、これまでの常識を覆す設計プランを書き上げます。1944年昭和19年2月にはモックアップ審査が行われ、その第一次二次審査も無事通過し、いよいよ実機の製作に取り掛かろうとした矢先の2月25日陸軍航空本部から突然の中止が宣告されます。中止の理由は発動機の実用化が早急に見込めないこと、行動上パイロットの脱出が困難であることなどでした。しかし真の理由は前例のない奇抜な形態ゆえに陸軍側が不安を抱き始めていたのが大きな原因でした。設計当時の計画では高度1万メートルで最大速度時速780km、上昇時間1万メートルまで9分56秒、実用上昇限度1万4000メートル、武装は30ミリ砲と37ミリ砲2門ずつという異例の重武装で、当時としては画期的な高性能機となる予定でした。全身全霊を注いで開発してきた長谷川と立川幹部は、納得のゆかない形での中止宣告に落胆し、またすでに戦局が急迫している時期であっただけに、この中止決定は非常に悔やまれました。
ところが1944年昭和19年3月末に立川は中島において試作中であった機87の設計を流用し、機密室を装備した単発機として設計を再開するよう陸軍から指示を受けます。しかし協議の結果、機87改造案は一旦棚上げされ、独自案機942型としての設計が開始されます。折しも1944年昭和19年6月16日未明、アメリカ軍戦略爆撃機 B-29 による初めての日本本土空襲が行われました。これにより日本本土の防空体制の脆弱さが明らかとなり、その後の大規模な本土空襲の発端となりました。東京への本格的な空襲は11月24日に始まり、終戦まで106回の空襲を受けました。1945年昭和20年3月10日の夜間空襲では、一晩で死者約10万人、被災者約100万人を超えました。1945年昭和20年2月1日、高高度戦闘機について長谷川は次のように述べています。宿敵 B-29 を徹底的に叩き落としてくれるもの、これが我々の求む高高度戦闘機であらねばならない。機密室を有しない戦闘機では9000メートルの低圧状態では相当の苦痛である。酸素吸入を行っていても精神活動は減退し、視力、事象に対する判断力は減退する。現在の戦局において友軍機の言語に絶する苦闘を見るは、この確確たる戦果はただ精神力によるものと言いたい。これにて満足することなく、技術者は大いに責任を感じて優秀な機材を戦場に送らねばならぬ。敵 B-29 が現状の性能をもって来襲するならば、友軍の高高度戦闘機は性能的な要素に加うるに、さらに戦果を拡大せしむべき要素はやはり数である。我々は質的に優れる高高度戦闘機を多量に生産して、敵米国の恐るべき野望を破らなければならない。機942の設計開発は B-29 撃墜を目標に掲げ、高高度高速性能を実現するため、大出力の排気タービン付きエンジンや機密室等の装備を搭載したため、総重量7トンに及ぶ大型機となりました。機体の設計思想は当時の日本機の試作機の中でも先進的でした。主翼には長谷川技師の独自研究による双流翼型 TH 翼を採用。機密室は直径1メートル、長さ 1.5 メートル程度の円筒形で、全部風防と一体になったものが胴体内に組み込まれ、排気タービンの位置は胴体下面にバランスよく配し、排気管の余熱を利用した機関砲凍結防止の暖房も備え、武装は30ミリと20ミリ機関砲各2門を翼内に搭載、航空での安定性を確保し射撃精度を高めるために、胴体の形状を上から見て細く、横から見て太い縦長にし、主翼はアスペクト比を大きく取り航空性能に寄与させ、垂直尾翼も背の高い大面積のものを使用しました。機942の最大の特徴は排気タービンの偽装方法で、機87が機首付近の側面に装備したのに対し、機942は排気ガスタービンを胴体化、操縦席の下あたりに持ってきたことにあります。この方式はアメリカの P47 サンダーボルトの排気タービン偽装方法を参考にしたもので、複雑な配管が不要で、エンジンからの距離も取れ、タービンの加熱を防ぐことができます。長谷川は軍や部品メーカーとの打ち合わせのために各地を飛び回り、その寸暇を惜しんで設計に当たりました。9
空襲の激化や物資不足で部品の調達がままならず、試作1号機の完成は1945年昭和20年7月20日でした。機942は長谷川の才能と立川の高高度機のノウハウを全て凝集した傑作とも呼べる試作機に仕上がりました。8月6日の地上試験では予想以上の好成績を収め、あとは8月18日の初飛行を待つばかりとなっていました。しかし1945年昭和20年8月15日、運命の時を迎えたのでした。8月15日、終戦のラジオを聞いた時は、終戦の悲しみよりも、むしろ機94が最後の瞬間において、大空に飛び立つチャンスを永久に失った悲しみに、自分を支えきれなかった。と長谷川技師は述べています。航空本部技術部、航空審査部を通じ陸軍戦闘機全般の開発に携わってきた木村昇技術少佐は、本機には双流翼型が初めて陸軍機として実用され、高高度における安定及び装備上の諸問題など極めて細かく行き届いた名設計だったと称賛しており、B-29 を阻止できる本格的な高高度戦闘機として多大の期待をかけられていました。しかし機87にせよ機94にせよ、 B-29 が頭上に来襲している時に未だ開発途中であり、高度1万メートルは日本の航空技術にとって越すに越されぬ高い壁でした。終戦に伴い長谷川達夫は1946年昭和21年にトヨタ自動車工業に入社します。長谷川の力量はずば抜けたもので、航空機開発で得られた空気抵抗に関するノウハウを自動車開発に発揮します。トヨタは長谷川の才能をフル活用するため新たに主査制度を設けました。初代トヨエースの主査を皮切りに、初代パブリカ、トヨタスポーツ800、初代カローラの主査を歴任し、1967年昭和42年に取締役製品企画室副室長に就任。その傍ら、初代セリカ、カリーナの開発主査を務めました。1972年昭和47年に常務取締役に就任。1978から82年、昭和53から57年まで専務取締役を経て退任。2004年、平成16年に日本自動車殿堂入りを果たします。2008年、平成20年4月29日に、老衰のため神奈川県横浜市の病院にて逝去。92歳でした。あなたにも先人の声が聞こえます。